ウィリアム・チェンバーズ、サー・ウィリアム・チェンバーズ、サー・ウィリアム・チェンバース、1723年2月23日から1796年3月8日は、イギリスの建築家、キューガーデンズ、現在の王立植物園のパゴダやサマセットハウス設計者として知られる、ロイヤル・アカデミー創設メンバーで、18世紀のイギリス建築に最も大きな影響を与えた人物の一人である。 チェンバーズはスウェーデンのイエーテボリで誕生した。父はスウェーデン王立軍に軍需品を納入する成功したスコットランド系の商人で1740年になると彼はその後次となるべくイギリスで教育を受けた後16歳でスウェーデン東インド会社に就職した。以後1749年までインド、中国そして関東に勤務し、 中国への渡航は疑問視される渡航をしている。チェンバーズが建築家になる転機となるのは1748年に本国に送付した中国の建築と文化の調査記録である。これが当時の中国研究者の間で絶賛され、帰国後、彼はイギリスの王太子フレデリック・ルイスに越権を許された。当時、王太子は中国趣味に興味を持ち、旧ガーデンを シノワズリー庭園に改装することを意図していた。チェンバーズはこの時、孔子病とアルハンブラ宮殿の設計に携わったとされる。ただし、彼自身はそれを否定している。皇太子との会見を契機として、チェンバーズは建築家を志し、1749年に会社を退職した。1749年、ヨーロッパに戻り、主に、 パリとイタリアで建築と造園を学ぶ。パリでは、ジャック・フランソワ・ブロンデルのエコール・デ・ボザールで建築を学び始め、後に新古典主義を担うジュリアン・ダビドル・ロアや、マリー・ジョセフ・ペール、シャルル・ド・バイーラと、交友関係を持った。1753年の結婚を契機として、チェンバーズは、ローマに移り住む。住居が、ジョバン・ニ・バッキスタ・ピラネージのアトリエに近かったこともあり。 彼を通じて、画家のクロード・ジョセフ・ベネイア、ジャン・イコール、バティスト・グルーズ、ユベール・ロベール、アカデミー・ド・フランスに在籍していた、エヌモン・イコール・アレクサンドル・プチと、ガブリエル・ピエール・マルタン・デューモン、ルイ・ジョセフ・ル・ロランといった建築家たちと交流した。チェンバーズがイギリスに移住し、ロンドンのラッセル通りに今日構えたのは、1755年である。ロバート・アダムに評されるように、 チェーンバーズは、すでに非常に巧妙な建築家であった。彼は、孔子病の設計を否定しているので、設計した建築は何一つ実現していなかったことになるが、それにもかかわらず、1757年には、王太子ジョージとその母オーガスタの建築教師に抜擢されている。この王室の恩公を受けて、以後、チェーンバーズは、着実に出世した。王太子が即位すると、 チェンバーズは、官僚としてのキャリアをスタートさせる。1757年、中国に関する書物を出版する。1758年から1年間、旧ガーデンの監督官となり、同貞園内に、バゴダと呼ばれる、中国式の典型建築物を取り入れる。1761年に、ロバート・アダムと伴いに王室付け建築家に、 ついで1769年には建築監査官に任命される。また協会員としては、1762年にパリの王立建築家協会の会員、1766年にスウェーデン科学アカデミーにそれぞれ選出されており、1768年にはロイヤルアカデミー創設に伴って初代収入役に就任した。1770年、スウェーデン王から、 北極星訓位が与えられたのに伴い、ジョージ三世より騎士の称号を授与された。1775年には彼の最大の作品であるサマセットハウス建設の権限を手に入れ、1782年に建築総監となった。以後はサマセットハウスの建設と1791年に出版される著作公共建築論トリートス。 オンシビルアーキテクチャー第3版、その補強版、公共建築装飾論、トリートス、オンザデコラティブパートオブシビルアーキテクチャーの執筆に専念した。イギリスにおいて、彼と交友関係を持った人物は、ロバートウッド、ロイヤルアカデミー初代総長、ジョシア・レイノルズ、リチャード・ウィルソンらである。チェンバーズは、その著作や交友関係、弟子たちを通じて、また、 館長の役人として、後世に大きな影響を残している。彼の様式は、装飾の厳格さ、オーダーの性格とその使い方を探求する、学問的な面においては、確かに、新古典主義のものであるが、全体としては、イギリスのパラーディオ主義を基礎とする折衷的なもので、ある。初期の作品である、皇太子の霊病計画案では、ロマン主義的な処理を行い、晩年には、 その著書、公共建築論において、次のように述べ、ピクチャレスク的な見解をオーダーの理論に取り入れてる。円柱に見られる光から影への推移は、段階的で容易なものである。しかし、付け柱の場合には、この推移は、起伏が激しく、かつ強い対象を引き起こす。円柱の表面の様々な変化は、流れるように続き、それとわかりにくいものである。だが、 付け柱の表面の場合には変化は急で全く反対の方向に生じる。それゆえ、付け柱の方が想像力に対して突然の激しい印象を生み出すのに適しているのである。すなわち、チェンバーズの建築作品はライバルであったロバート・アダムと同じようにパイプラーディオ主義の伝統と新古典主義、そしてピクチャリスクの概念との間で揺れ動いていた。しかし、 アダムのように、それらの建築様式を軽快で華やかなものに展開していくことはなく、アダムほどの人気を博すことはなかった。旧ガーデンでの庭園内に作られた建築物により、絵画のように視覚的な趣向を凝らし雰囲気を味わう、よう構成する、このような構成の庭園をピクチュアレスク庭園と呼ばれていくが、これをきっかけに、ウィリアム・ソース・ウンと書簡による論争を起こし、 自身の庭園理論は絵画派に発展、当時イギリス式庭園主流の風景式庭園ブラウン派と対立を深める。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。